やっほー。お待たせしました。今日はね、メイクしてるんです。なんでメイクしてるかっていうと、今日メイク動画をちょっと頑張ってみようと思って撮ってみたの。えらいでしょ。そうなの。もう今日出そうと思ったんだけど、ちょっといろいろ他のやることがあってバタバタしててできなかったし、ちょっと今充電がなくて、ちょっと充電する。いつも以上に可愛いメイクしてるから。でもファンデーションしてなくて、ここだけ落としてて、エステ行っちゃったから、ここがもう全滅してるんだけど、ショールームだからなんか補正されてる。今回の生写真の美女良すぎます。なんだろう、生写真の美女、最近ね、昔の美女がやばすぎて最近がマシになった方で、昔からなんか私結構垢抜けたなって自分で思ってて、垢抜け術とかも動画にしたいなって思ってる。結構顔痩せもしたし、顔こんな輪郭シュッてなってなかった。そう、でも充血してんの、いつものこと。そう、今日はね、充電をしなきゃやばい。待ってね、充電さす。
大丈夫、切れてなかった。これできてんのかな。そう、今日はね、今日はこれ、ウォン・ジョンヨっていうね、なんかコスメの動画撮ってみた。おじさんは分かんないよね。分かんないと思って聞いてて、動画が出たら左や今日も可愛いなと思って見てください。やっぱ最近女の子が増えてきたから、こういうこういうのやりたいなと思ってね、こういうことにも力を入れようと思っております。マスカラ買いました。マスカラめっちゃいいよね。私もブラウンなんだけど、マスカラ下地みたいになるの。垢抜け教えてほしいってみんな言ってる。今日のね、その使ったリップがね、結構赤っぽい、こういう感じの。私はいつもオレンジ系なんだけど、深みのある赤オレンジって感じ。あとね、みんななんかメイク動画とかやったことなかったけど、私結構コスメを紹介してないだけでめっちゃ持ってるなと思って、なんかやっぱ動画にするの大変だけど、まあ、大変な分みんながこう共感してくれると信じて、見てくれると信じて、私は頑張ってみるね。とりあえず今日は動画を撮っただけなんだけど、編集をちょっと頑張って1週間以内には出したらなと思って。しかも今日歯のホワイトニングもやってきたんだけど、めっちゃ痛い。私は結構ね、染みる人だから、ロキソニン飲んだんだけどめっちゃ染みる。やっぱ痛みの目ってさ、イブとかよりさ、ロキソニンが一番効くんだよ。強い、成分が強いのかな。私はまだ夜ご飯食べてなくて、今から食べる。さっきお米炊いたから、ちょっと軽くおかずを自分で作って食べようかなって思います。今日ね、インスタのコメント返してみたんだ。再生回数は任せて。え？伸ばしてくれるの？自炊偉いでしょ？コメント返しありがとうしたよ。コメント初めて返ってきて、寝起き素晴らしく良かった。嬉しい。
やっぱさ、この口の色なんか違和感めっちゃ赤。公園のメイクも今回変えてみようかなって思う。口の形かわいい、嬉しい。なんか私さ、結構下唇厚くて上が、自分の口の形嫌なんだよね。なんかさ、やっぱさ、自分ってさ、自分で見てるからさ、コンプレックスって思うけどさ、みんなから見たら可愛いって言ってくれるよね。笑ってる時の口も真顔の時の口もめっちゃ可愛い。真顔笑った時ね、ご飯がもうすぐ炊けるから、昨日ちょっと長くやったので、今日はめっちゃちょっとだったけど、このぐらいにしようかなって思う。明日ちょっと長めに配信したいなって思ってるので、後ほどメール送ります。じゃあ読みます。1位ゆずきちゃん、2位ピータさん、3位アキラさん、4位もう少しねさん、5位ピアノマンさん、6位ハーマンさん、7位ラブイチゴちゃん、8位ナハハンさん、9位カモちゃん、10位キャプテンアクアさん、11位ノブさん、12位山夏さん、13位かっちゃんです。ちょっとの間だったけど、ありがとう。ちょっとお腹すきすぎて長く配信できないので、ちょっとご飯食べてきます。ありがとうございました。バイバーイ。はい。